明和の大火とは、江戸時代に、江戸で発生した大火災である。江戸の火事も参照。明和の大火は、明和9年2月29日に、江戸で発生した大火である。明暦の大火文化の大火とともに、江戸三大大火の一つと言われる。目黒工人坂から出火したため、目黒工人坂大火とも呼ばれる。明暦3年、明和9年。 文化三年各出荷記録控えによると、出荷元は、目黒の大炎寺。出荷原因は、武州熊谷無宿の真法という坊主による放火である。真法は、火付盗賊改め長官である、長谷川信の夫の敗下によって、明和九年四月頃に捕獲され、同年六月二十一日に、市中引き回しの上、小塚っぱらで家計に処された。二月二十九日十三時頃に、 目黒の大園寺から出火した炎は、南西からの風に煽られ、麻布、京橋、日本橋を襲い、江戸城下の武家屋敷を焼き尽くし、神田、千住方面まで燃え広がった。一旦は小塚っぱら付近で沈下したものの、18時頃に本郷から再出火。駒米、ネギを焼いた。30日の昼頃には沈下したかに見えたが、3月1日の10時頃、 幕路町付近からまたもや再出火、東に燃え広がって、日本橋地区は壊滅した。累承した町は934、大名や四季は169、橋は170、寺は382を数えた。山王神社、神田明神、湯島天神、浅草本願寺、湯島聖堂も被災した。死者は14,700人、行方不明者は4,000人を超えた。 老中になったばかりの田沼をきつぐの屋敷も累承した。ありがとうございます。